はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。そして今日で4日目ですか。勝てないね全然勝てないね。一番最初のラグ使いキッズですって、この前もいなかった。この前も いたよね。こんな珍しいこともあるんですね。まあたまにはね、そういう時もあると思うんですが、よし、これはどれに入ればいいんだ、これはどれに入ればいいんだろう、どれだどれだ待ってくれ待ってくれ、これ誰が踏むんだ、これ誰が踏むんだよし入ろう、もう無視して入ろうか。どこどこどこ、どこどこどこ、これはどっか、やった、ここ、P スイッチを持ったままね。なるほど、 P スイッチを持ってないといけなかったのか。うわー、合意条件見てなかったな。いや、動画の最初で言った通り、今日で4日目ですよ。1日目のね、レートは4930だったから、まあ、すぐ行けんだろうとか思ってたけど、いや、行けない。S プラスになるまでみんなでバトルを出し続けますって言ってたから、それをね、ちょっとしっかり守っていきたいと思います。よし。で、なるほど。そういう感じで、全自動みたいな感じで、OKOKOK。俺は一番前は譲らねえよ。ああ、やった。もう、ちょっと運悪くない？今の。たまたまあそこにファイヤーのアイテムがなかったら、もしかしたら勝てたかもしれない。ちょっと、以前の動画から何連敗してる？めっちゃ負けてるよね。まあ、S プラスになるまでみんなでバトルの動画を上げ続けるって言って、ちょっとさすがにね、飽きるかもしれないですから、期限を決めていきたいと思います。もし、どん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 下がっていって、ちょっと取り返しの、ね、つかないことになったらまずいから、期限をね、10日でやっていきたいと思います。うわぁ、これ絶対難しいやつやん。これ絶対難しいやつやん、もう。もうこれバトル用コースじゃないやん、これ。よし。待って待って、危ない、あははは。これはどうしようか。上から行った方がいいのかな、これ。これもうちょっと待っておきたいよね。ちょっと待って、で、これ上から行きたいよね。待って待って、危ない危ない。どうしようどうしよう。これジャンプ。あははは、届かない。くそー。やった。みんな死んでた。これで、チャンスっぽいぞ。よし。ははは。全然届いてなかった。これね、多分みんなでバトル用コースに絶対向いてないよね、ここ。オッケーオッケーオッケー。でジャンプ、よし、上から渡っていこっか。これは、うお、ビビったー。よし、これはどうしよっか。超えれるの、あの子？無理でしょ、これ。超えれないよね。危ない危ない危ない。よしよしよし、ジャンプジャンプジャンプと思ったけど、これは、おお、よかった今。勝った、やった、久々の勝ちじゃんあー、よかった。せめて4900まではね、スーって取り戻したいよね。うん、俺今まで4900はありましたよっていうぐらいの感じで、スーってね、もう苦もなくね、行きたいんですけど、4900あと2回勝てばいけるのか。そんな単純にはいかないですよね。さて、そろそろ私ピオキング本領発揮しますか。もうね、邪魔でも何でもして勝ち続けて、うっそー、どうしよう。プロペラ、プロペラがあんのっていうか、そんなことしないで。よし、このまま走っていくか。おお、ちょ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 、でかでかいでかいでかい。よし、このまま、うそ、そっちにゴールあんの、待ってくれ、いけるか。よし、今日で4日目だから10日っていう期限を決めて、ピオキングはね、10日以内に S プラスになることができるんでしょうか。これはね、皆さんどちらだと思います？ちなみに僕はね、なれると思いません10日でしょ、10回以内の。っていうか、ちょっと待って、これ一番最初に、やっぱりそうなるよね、やっぱそうなりますよね。よし、 OK。 で、ここはジャンプ、 OK。 待って、よし、ラグ、めっちゃラグ、ちょっと待ってくれ、このラグさはやばいな、ちょっと、ちょっと待って。よし、 OK。 よし、 OK。 で、ははっ、ちょっと待って、待って、マリオマリオ待って。よし、 OK。 マリオを抜かなきゃきっと勝てないんですよね、これ。よし、 OK。
よし、オッケー。マリオ早いな。スイングアームはねそんなに苦手じゃないんですけど、よし、オッケー。なんせね先に嘘、あはで、あのマリオみんなしゃがれ見れんだっていう今マリオの方いるでしょう。あの人なんか見たことあるんですよね。多分以前も戦ったことあると思うんですけど、知ってる、まあ知ってるか知らないかで言ったら知らないとは思うけど、よし、これはスイング、いや多分関係ないな、あれ。よし、ジャンプして、うお、あ待って、危ない、これは危ないな、あーちょっと待って、あははこれはどうしよう、嘘、待ってればよかったのかな、うお、ビビったもうあいつ嫌い、あの食べる人嫌い。マリオは、マリオは遅くない、マリオ、うお、待って待って待って、よし、これはジャンプしていこう、よし、あー待って、もう、あのマリオね、なんか見たことあるんですよね。やばい、このままだったら4800までね切ってしまいそういや本当に本当に切ってしまいそう。ちょっとマジで集中していきます。スノーワールド、これは上にドッスンがいる、そしてあのドッスンが降りてくるでしょうきっと。おー、うまいなー、あのマリオよく行きましたね。よし、オッケーで、ジャンプ、上のドアでいいのか、うわー騙されたか。よし、でこれはファイヤーを取っていこうか、うおびっくりした。これはこの子を倒せばいいってことかな。ちょっと待って、よし、このまま行こう、このまま行きましょう。でジャンプ、そして、あ、え、嘘、待って待って待って、どこゴール、え、目の前じゃんそういえばですね、僕動画をね編集してて、そしていろんなね実況者さんの動画を見てちょっと思ったんですけど、皆さんですね、このマリオメーカー2の動画を見るときって、まあ、バトルがスタートした瞬間から編集した方がいいのか、誰と戦ってるのかっていうのがね見れるところから編集した方がいいのか、どっちなんだろうって思ってちょっと聞きたかったんですよね。よし、ジャンプで、これは、これはまず、嘘え、本当最近全然ダメ、マジで全然ダメ。いや、ここまでねさいや、本当ここまで下がると思わなかった。あの1日目からは全く想像してはいなかったです。いや、もしかしたらねあるだろうとかはね思ったけど、まさかここまで減るとはね思わなかったです。そしてこれでラストバトルにしたいと思います。森のテトリス、お、確かにテトリスっぽい、え、めっちゃ面白そう。でもどうなるんだ、ここ、あ、待って、よし、オッケー。で、上のドアに入る、そして次は、ちょっと待って、これキッツキッツ、これキッツ、変えられたら、よし、あーもう、あーもうもう、え、なんこれ、なになにこれ、え、なんこれ、なんこれ、もうもう、ほんとやめて、ほんともう嫌。よし、で次は、あ、待って、もうこれマジで嫌い、もうほんと嫌い。よし、でジャンプ、オッケー、でジャンプ、オッケー。よし、もうほんとめっちゃ嫌、ここ、もうこういうの嫌い、こういうのこういうのこういうの、もうこういうのほんと嫌い、もう、え、なんなんこれ。よし、オッケー。そしてキノピオはまだ先にいるな、これは。よし、待ってくれ待ってくれ、キノピオ待ってくれ待って、これやばい。よし、オッケーオッケーオッケー、よし、あー、え、負けた今え、負けた今、いや絶対勝ったと思ったんだけど。